楽屋で遊んでたら高典がボーナス確定させて、はい、なんとバー揃いです。え、これはバー揃いです。おお、激安なの。これは熱いです。これどういうことですか。とうとう焦点するかもしれへん。あ、これを狙ってなってことですね。はい、これとったらこれは熱いの。ちょっと詳しいのかな。高典打ってビギナーズラックにかけよう。これサウンドショットすごい。これで焦点したら俺らずっとやってた生配信何の意味があるの。そういうぐらい難しいのなんですか。多分もう6時間7時間までやってる。これ目押ししてるんですか。すみません、連打してます。素人だ。あ、動いてる。ここまでは意味あるんですか。でここで見ると、はい、あれ高典押して。何したの。単発で終わらせた。意味分かってないですよ。何したの。お前あんなこんなんしてさ、バー引いてさ、バー引いてさ、え、こんなんやって、おっしゃやっと焦点チャンスやみたいな単発やから。めちゃくちゃやな、やってること。全然意味分かってないですよ。